ロシアに長く在籍されていましたが、バルセロナからオファーがあったとき、断ったことを後悔していますか？もうこれ話すことをまた話していかないと、みんな誤解をどんどんするんで、大体、世の中に出てる、僕関連の移籍話は、なんとなく感覚的にね、8割ぐらい間違ってんじゃないかな。だから、これもバルセロナからオファーはあったことはないっすね。なんか興味持ってるとかあったかもしれないですけど、オファーが来たら、僕は断った記憶は一度もないです。